ここで元の世界の作屋さんたちを見てみましょう。いざよい作屋。コンパクヨウム。そして冷静うどん芸人稲葉。あなたたちに欠けているもの。それは自己を律する力。それを体得してもらうために私自らが鍛え直してあげようというの。これを機に存分に己を見つめ直しなさい。場所の提供、ありがとうございます、ひじりさん。いえいえ、お安い御用ですよ。なぜです。なぜこの私がこのような座禅などをしなければいけないのですか。最近はもっとメイドらしくあろうと言葉遣いも気にしているというのに。あなたはレミリアさんから直々に頭を下げられたわ。自分が入院している間あなたは何をしていたのだと。マリサに盗まれた本を取り返してたわ。でも何かの手違いで元に戻すことに。なぜなのか、そういうところを直してほしいとのお達しよ。私は私別に何も変なことしてないですよ。聞いて言えば第16回東方人気投票で1位を取ったくらいで。そういう浮かれた気持ちをこの場で叩き潰してあげます。ええ。あ、ごめんなさい、叩き直してあげます。隙を見て逃げないと潰される？うまく逃げられるといいですね。お前はなんでそっち側なんだ？私はなんでこんな目に。確かあなたメインのイベントが始まったらしいじゃない。あまり調子に乗る前にここでひねり潰してあげます。いやいやいや、それよそのやつ。私関係ない。パラレルをごっちゃにしないでくださいよ。まあまあ、そう遠慮しないでくださいよ。このためにエンマさんに無理を言って呼び寄せたんですから。さあ、存分に苦しみ、もがき、己の限界と向き合いなさい。なんで無理言ったのに私の扱い存在なの。何？もう一回地獄に落ちればいいの？私残機なくなるの？それはあなた次第です。誰かー。あとは最上階を残すのみね。結局ほとんど人いなかったな。なんでこんなにでかくしたんだ？さあ、吸血鬼の考えることはわからないわ。それじゃあちゃちゃっと片付けて情報を聞き出しましょう。これは私の仕事なんだからあなたは引っ込んでなさい。やっと来たか。よくぞここまでたどり着いたな、侵入者。褒めてやるぞ。あ、なんか私が知ってるやつよりカリスマポイント高そう。あなたがレミリア・スカーレットね。討伐依頼により、あなたを排除する。異性がいいな、人間。だが、お前ごときに私をどうにかできるとは思えないが。そうか。ただの人間ではなかったか。そう簡単には取らせてくれないか。手伝おうか。さっきも言ったはずよ。奴を討伐するのは私の仕事。手出しは無用よ。めんどくさい性格だこと。まあそう急ぐでないわ。せっかちなのは嫌われるぞ。どうだ？一つ余興を用意してあるんだが。そんな余裕を与えるとでも。大食い競争なら私が受けてやるぞ。いやこの空気でそれはないでしょ。まあ、そう言うだろうとは思ったが。思ってたんかい。お前たちがこの余興に付き合うことはすでに決まっている。ふーん。こっちのレミリアはある程度運命を操れたりするのかな。紹介しよう。新たな我がしもべ。氷の妖精。ヘイズミマサイティアリス。ガーフラルドミシリアリス。いやー。ふーむ。やっぱりね。どこから取り出したんですか？もちろん至るところにある教会から。ほんと便利な仕様ですね。あなたのも似たようなものでしょ。それで？計測結果はどうだったんですか？大きな反応が一つ。小さな反応が二つ。普通に考えたらラスボスの吸血鬼が大きい反応ですね。でもここまでの流れからしておそらく大きいのは霊夢よ。戦闘力約6000って出てるし。他二つは500もないわ。マジュニア編に猿のエリートが紛れ込んだようなものですね。もはやただのチートじゃん。まさかとは思ったけどこの世界。本編の最初期程度の力しかない人ばかりなのかも。極めて近く、限りなく遠い世界といったところでしょうか。過去に起きた異変や時系列。さらにはこれから起こるであろう事象に至るまで。全てが私たちの知るものとは違うのかもしれませんね。今のこの状況は公務異変といったところでしょうが。細かいところはいろいろと違いますし。この世界の霊夢は仕事サボっているみたいだしね。その辺も含めて私たちの世界とは事情が違うんでしょう。うん。もう一つ反応を検知。なんだこの巨大な反応は。ああ、どうしました？霊夢の近くにとてつもない反応が。2万2000、2万2000。
さーん。あれ？ここに置いておいた潔い自爆をコンセプトに改造したスカウター会議がないぞ。一体どこに行っちゃったんだろう。弱ったなー。あれ2万2000を超えたら爆発するんだよな。圧倒的な相手が現れた時に恐怖を感じる前に頭が吹っ飛ぶように。まあ盗みを働くような盟友なら自爆してもいっか。そもそも戦闘力2万2000を超えるような奴そうそういないだろうし、多分大丈夫だよねー。あなたともあろうお方が。何やってんですか？私が聞きたいわよー。ゆかり久しぶり。よほど歳を取りたくなかったんですね。ふえーん。な、なんなのこいつは。ただ立っているだけなのになんたる威圧感。ふっふっふっ。どうやらこの者の圧力に耐えかねているようだな。ふっ。それがどうしたというの。この程度の修羅場は何度もくぐっているわ。面白い。では存分に試してみるがいい。いやあ、バチルノー、こんなところで何してんのー。ああ、まさか自分にいるなるやつか。いたせたらずとみあえるやつよ。ちょちょすむすわぬぶきぬるべじわたとなじえるやつよ。知り合い？ふっふっふ。どうやら年貢の納め時のようね。さあ、この状況を覆せる力があなたにあるのかしら？じっくり見させてもらいましょうか。どうする？やつがこうもあっさり裏切るとは。言葉がわからなかったから溢れるカリスマでごまかしたのがあらになったのか。それを見えるな。我々にも出ているやつか。ちょ、ガチルの波を言って。く、このままでは。霊夢、あなたこいつの言葉がわかるようね。なんて言ってるの？レミリアに何をすればいいか聞いているわ。なんですって。そんなことされたら。な、お前こっちの味方になったんじゃないのか？見えるな、いつはのクーチャーの魔法に叩くからず。もっと私にくくないねえやつ。めんどくさ。それではいるな。何やら見せてくれるやつ。ああ。くる。よもやこの私が覚悟を決めなければならないとはな。ん？どうしたんだ？あまり意気張るなよ。たとえ裏切り者が出ようが再び飛躍させてくれるわ。あ、もしかしてガチルノの言葉通じてない？よーし、落ち着け、昨夜。レミリアにはガチルノの言葉が通じてないようだ。なんとかごまかして情報を聞き出すぞ。つけ入れるとしたらそこだけということね。わかったわ。わかってるやつ。ガンキルイも早く進んでいるやつな。おいー、間髪入れずに襲いかかってきたわよー。待て待て、ガチルノ、話し合おう。すまないやつなら見るな。カルバゴイヌワイルなるカルバゴの戦勝るやつ。ニコマキコナキズノイが欲しいやつ。そんな無茶な。霊夢、あなたならこいつもろともレミリアを排除できるでしょう。早く片付けてちょうだい。ごめん、そいつ私より数段強いんだ。なんですってー。どうだ。所詮お前たちは私の敵ではなかったようだな。お前絶対今の状況理解してないだろう。そんなことはない。こうなることもちゃんと見えていた。これは運命だ。嘘つけー。話しなさい。あなた自分がどれだけいかがわしいことをしているのか分かってやっているの。いだだだだだだだー。腕がもげるー。やめろこの化け物を。はあ。一体どうなって。そういえばこいつ、力は圧倒的だけど悪口には弱いんだったわ。その辺最近なかったからすっかり忘れてた。なんてことだ。このままでは私が退治されてしまう。昨夜くらいなんとかなるだろ。あいつも今ならそれなりにダメージ食らってるし。もちろんあいつ一人なら倒せるだろうさ。ただ問題はお前だ。なぜだか知らないがお前に勝てる運命が見えないんだ。そうか、私が問題か。待ちな。私に軽々しく触れるでないわ。ほう、運命が見えているというのにまだカリチュマを発動しないのか。なかなか見どころがあるわね。一体何の話をしている？いいえ、別に。それよりもだ。私はある情報を聞き出せればお前の生死はどうでもいいんだわ。なんなら話してくれるならお前についてやってもいいぞ。は？何を言い出すかと思えば、私が人の提案をそうやすやすと受けるわけがないだろう。どうだかね。貴様、もう立ち上がってきたか。参ったわね。片腕をやられてしまった。けど、あなたの運命に変更はない。霊夢、片腕がこんなだから本当は頼みたくないのだけど、そいつを抑えてなさい。さあどうするレミリア。このままでは死を待つだけだぞ。それはどうかな。
私が死ねばお前が欲しがっている情報は手に入らなくなるぞ。何を？チェックメイトよ。